習何回やればいいですか。あ、人に説明できるレベルまで、完璧に理解できるレベルまで。3人ぐらいしか出さなかったです最後まで。基礎レベルがほとんどの人はできないまま行ってしまう。だから難しく感じる。ハローで始まりました、もじちゃんです。さあ今回はですね、はい、終わりました。はい、ポイズンマスマスです。そうです。はい、ベースしてお教えしよう。はい、いつもお世話になってます。いや、とんでもございません。そんな松本さんなんですけども、はい、今回ちょっと言いたいと。そうですね、じゃあできない生徒たちに言いたいと、はい、そういう生徒にはならないでほしいということで、はい、できない生徒の特徴っていう、ね、そうですね。僕もこれまでいろいろ指導してきた中で、やっぱりこういうタイプの人は成績伸びないなっていう、うん、まあ、特徴5つ。お、5つ、はい、結構ありますね。はい、伝えたいなと思ってます。うん、まず1つ目は何かって言いますと、はい、暗記でカバーしようとする人ですね。何事も全てを暗記するってことですね。はい、もちろんこういうことを聞くと、英単語とか英文法暗記しないとダメじゃないかって思ったと思うんですけど、うん、まあ、そういう暗記しないとこは暗記しないといけないし、うん、でも例えば英語の長文であったりとか英作文であったりとか、どうしても暗記じゃなくて思考力が必要なところも全て暗記で乗り切ろうとする、うん、そうですね、そういうタイプの人はやっぱり伸びてないですね。うん、まあ、確かに構文とかね、はい、全然考えないでとにかく授業中も単語の訳だけ書いてる人とか多いですね。うん、で2つ目は、これは以前師匠もねおっしゃってたと思うんですけど、うんうん、やっぱ授業を聞く態度がなってないやつ。おお、ほい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 、はい、どんなんですか。ぼーっと、はい、本当にお前話聞いてるかみたいな感じとか、あともうこんなんやって聞いたりとか。あー、いますね、はい、はいはいはい、あとなんか こんなんやって聞いたりとか。まあ言いますね。僕は基本的にやっぱメモを取れるようにしてないとダメだと、はい、手はお膝こととかね。お膝こ、手はお膝こお膝こっていうのがね、いたりして、女の子わかんない、頬杖つき子ちゃんがいたりとか、爪だけ友達子みたいなのがね。そう、これがめちゃくちゃ多いですよ。爪ずっといじってるっていう。そんなに自分の爪がいいんですかね。やっぱキャプテン翼の、ね、サッカーボールと同じですよ。爪は私の唯一の友達だみたいなね。そういう感じになっちゃう人やっぱり多いです。ほうずえことかほうずえずきよとかはもうだって寝るっていう意思表明だと思ってますから。でそうするとね、最近だともう授業でそんなんだったら来んなって言ったらですね、うん、そこだけは従順に来なくなる。そこじゃないだろ。来るなを聞くんですね。そうそう、そこの言うことを聞く。で、頬杖を直すじゃなくて、ペンを持つとかじゃなくて、来なくなるっていう従順さ。何もノート取らんと聞いてる人とか、もう全部覚えれるんやったらええけど、絶対無理やのに、何も取ろうとせんやって。なんでいちいちノート取りやーとか言わなあかんねんって思っちゃいますね。いや、だから僕も高校すごい上から下まで、まあ、はい、基本的に予備校では上のクラスなんで、はい、けど高校とかだと最下層までやったことがあるので、うん、最下層はすごいっす。もう B と D どっち向きかわからんじゃないですか。そう、ノートもペンも出さないっすね。出さないでそのままいるんですよ。で、それで僕がそこに代行で行ったんで、はい、代わりに行ったんで、で、このテキスト用意しましょうかとか、このやつ用意しましょうか、いや、いらないっす、どうせ誰も聞かないから、何も教材なんか準備しなくていいっすって言って行きました。そのまますごい高校ですね。そのままただ勉強法の話だけして、でペン出せ、でノート出しなさいって言って、まあ30人ぐらいいて、3人ぐらいしか出さなかったです最後まで。寝てるんですか他の人は。なんかもう適当に聞いてたりとか、そんな話してうまくいじったりとかしながら進めたんですけど、そういう感じだって。もうすっげえ20分30分遅れてきて、こうやって出てきて、もう携帯ですね、そのままこう。そういう高校でやったことありますけど、いやでも3人ぐらい、その3人だけ、まあ、人生変わりゃいいかなと思ってやりましたけど、すごいなと思う。そういう感じで、まあまあ本当にね、授業態度って出ますから、そうですね、学力に、うん、意外と重要なんですよそこってね。まあもちろんスーパーできちゃう人だったらね、あんま関係ないかもしれない。こういう天才だっていますからね。普通はそうはいかないですからね。そうですね。なんかめっちゃ喋っちゃいました僕。いや全然全然いや思うところがあったわ。まあ、3つ目の伸びない人の特徴は、復習何回やればいいですかって聞く人ですね。ああ、何回って聞く人多いですね。そうですね。3回とか4回とか5回って言ったら、じゃあ3回やったら絶対 100% 誰でもできると思ってんのかって、回数の問題じゃないだろうっていう、そういうところが説明してもわからんのかなっていう人です。これめっちゃくちゃ、音読って何回したらいいんですかって、めちゃ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 おるですね。1万回って僕いつも言うんです。じゃあそうできませんとか言って嘘じゃん。授業中も毒吐くんですね。そうですね。さすが竹岡先生譲り。
復習何回しようがしっかりその問題とかその内容がちゃんと自分で人に説明できるレベルまで完璧に理解できるレベルまでやるっていうのがそれが復習の意味だと思うんで定着度ですよね。そうですね、回数じゃない。2回やったらみんながみんな 80% 定着するとかそんなことはないんで、回数を意識するんじゃなくて定着度を意識しないといけないってことですね。本当にそうです。数字ってね表したいって人いますよ ね、 そんな人に限って数学できないんですけどね毒がポイズン森鉄です。いや響きがあんまり良くないで、4つ目の特徴は、はい、基礎が全然できてないくせにできると思ってる人。おう、どういう基礎ですか？例えばまあ英語であれば、まあ、基本的な英文法の知識であったりとか、はい、英語の構文の構造を取れたりとか、まあ、基本的な単語知ってたりとか、まあ、そういうところが自分ではまあできてるだろうって根拠はなしに思ってるけど、うん、実際にはできてないみたいな。ああ、なるほどね。で、そういう人ってやっぱりプライドが高いというか、うん、こっからやり直さないといけないよって言っても、いや、自分はまあちょっとできてると思うんで。ああ、そういう素直じゃない感じ、うん、そういうところがやっぱり伸びない原因だと思いますね、うん、まあ結構ね共通テスト模試とかでこれだけ取れたから自分はもう壮大英語いけるんだみたいなのとかそういう風にね勘違いして、うん、いざやってみたら何も分かんないんだけどみたいなね全然違いますから、やっぱ基礎が大事ですからね。そうですね、まあ、だってマーチぐらいだったら基礎だけでいけるわけですから、うん、基本は。でも、ね、そうそう、だからマーチカンカン同率って基礎以上のなんか応用応用を求める人多いですけど、そうですね、高2で受かる大学ですもんね言いますね、さすが兄弟本当にでも基礎ってなんか描いてるものが違うかもしれないですけど、基礎ってほとんどの人が身につかずに、ね、高校卒業しちゃってますから。そうですね、うん、基礎は舐めないでください。基礎レベルがほとんどの人はできないまま行ってしまうから、だから難しく感じるわけですよ、はい。もうなんか総計とかああいうなんかもう基礎を完全に超えたものとかが出てくるところはあることはあるんですけど、それもね本当基礎ができて初めてその難しさが分かるんです。そうですね、はい、難しさも分からずに言ってる人多い、批評家。自分たちができもしないのにああだこうだ早稲田がこうだ慶応がどうだって言ってる人多い。いいですね、今日なんか僕より毒ありますね最後の5つ目はこれはちょっと以前の動画でもはい、ちょっと触れたんですけど、自分であんまり何も考えてない人。おうおう、これやったとか、これ次こうやるから言われるまであやりますとか、あこう言われたんで今からやりますっていう人、はいはい、そういう言われてからやるみたいな人はやっぱり伸びづらいと思いますね。なるほどね、言われてから行動ってことですね。ロボットみたいな人ね。あ、なるほど、自分で考えて、そうですそうです、動かないっていう、ね、はい、自分で考えて、まあ、こうしようと思ってやった結果、まあ、それがもし間違ってたとしても、まあ、それはそれで全然いいと思うんですよね、うん。でもやろうともせずにとりあえず指示待ちみたいな、うんうん、そういうのって自分の頭で何も考えてないってことなんで、うんうん、全く伸びない特徴かなと思います。指示待ち人間になってはいかない。そうですね、自分で考えて行動できるように。そうですね、じゃあそういった人間を作り出すことができるのが、それがベーシスです。お、やってるわけですね。そうですね、森鉄師匠のしっかりこうノウハウを生かしてですね、そう、今言った5つの特徴に全てにちゃんと当てはまらないような人をしっかり育てて、うん、まあ、自分のこう目標である例えば TOEIC 何点とか英検何級とか、まあ、どこどこ大学受かるとか、うん、そういうのにしっかりまあつなげていくという感じですね。じゃあまあね、そうは言いながらもちょっと教えてよポイズンっていう人は LINE にね。そうですね、概要欄のLINE に、まあ、困ってることとかこういうところでつまずいてるんだよねとか、うん、まあ、そういうところあったら何でも気軽に相談してもらえれば、まあ、動画では毒吐いてますけど LINE ではしっかり丁寧に返信とか対応させてもらうんでね、遠慮なく相談ください。はい、じゃあぜひそれを見てみてください。はい、今回は毒舌を吐きまくるポイズン松本に師匠が多かったですね今回はに、まあね、できない生徒の特徴っていうのを聞きましたんで、はい、はい、ぜひ参考にしてみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。今ベーシスの公式 LINE に登録してもらうと、登録してくれた方全員に偏差値30から偏差値60まで上がる勉強法のノウハウ集をプレゼントしてます。で、TOEIC 700、800点ぐらいまでも十分対応しているノウハウ集になってます。で、そこにね個別のメッセージを送ってもらうと僕が直接アドバイスしていきます。普段の動画ではですねかなり毒舌かもしれないんですけど、 LINE では優しく丁寧に対応します。で、特に偏差値もう30代とか40代で英語の成績が俺全然伸びないんだよ、私全然伸びないんだよっていう人とか、TOEIC でもうほんと400点500点さえも取れない、でも700点800点取りたいっていう人とか、英検もう全然3級も取れないとか準2級取れないとか、まあ、そういうところでかなり悩んでる人ね、ぜひ相談ください。登録は QR コードもしくは概要欄の ID、 これで検索してもらうと出てきますので、それで登録よろしくお願いします。